すごい創世記のさ、あの島津義久四男坊で、見かけばらにもかけるとすごい2000人に対して50人とか60人で待ち伏せして、わざと逃げて、あれ、府警伏せといて、それで佐賀来伊東連合軍を2000、2000、2000を撃滅するところが、まあ600人ぐらいやるんだけど、で鬼兜を狙って、千田平氏は打ち捨てでも鬼兜を狙って、それで大将をやっつけちゃうんだけど、で吹田下部の伊藤氏が出陣してくるんだけど、宮崎県のね、ところがその島津義久軍も300人って257人を知事に、じゃあその大将やられる前にあと43人やっつければ勝てたんじゃんな。なあ、伊藤軍勝てたんじゃんな。本当に。しかも知恵でやってる、すごい。鬼島津って、すごいね。